ちは、ミッドウェスト東京店の大沢です。本日は13年、今シーズンからお取り扱いさせていただくケース吉田の魅力についてデザイナーの吉田圭介さんをお迎えして動画収録やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまず簡単に僕の方から圭介さんのプロフィールちょっと読まさせていただきます。吉田圭介さんは、1991年東京都生まれで立教大学文学部に文学部を卒業されています。その後個々の学校 S モードジャポンを経て2015年に圭介吉田を設立、16年春夏シーズンより東京コレクションに参加し、ブランドコンセプトは明るいのか暗いのかわからない空気とそこにいる彼らの感情と装いとなっています。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、まずこういった圭介吉田っていうブランドをどうやってここまで行き着いた経緯みたいな。そうですね、はい、一番最初は、15年の AW にデビューしたんですけど、その時はメンズウェアでデビューして、でその時はどっちかっていうとなんか自分の学生時代の頃の感情だったりとか、なんかそういうのをもとになんか等身大の装いのコレクションを作り始めていて、それが3シーズン続いて、なんかちょっとむき出しの若さみたいなものを表現してたんで、なんか自分が年を重ねていく中でなんかブランドとしても変化していきたいなっていう部分が2017年の春夏のコレクションがあって、ちょっとそのシーズンで一回なんか思い切ってクリエーション変えてみた時期で、なんかその時からウィメンズにシフトチェンジしたんですけど、もともと人間像だったりとか装いで作ってた部分をなんか感情的な部分みたいなのなんかコンセプトだったりとかヌードぐらいに落とし込んで、なんかそこから現代に向けたファッションをどういうふうに作っていくかっていう考え方に変えて、シーズンを重ねていきましたね。なんかそんな中で特にこのシーズンに関してはなんかその辺までのシーズンって一着一着のなんかデザインをいかにスペシャルにするかみたいな考えで作ってたんですけど、なんかもうちょっと全体を広く見たいなと思っていて、なんかコレクション全体を通しての緊張感をどういうふうに作れるかみたいなことから作り始めたシーズンだったので、なんかこうまさにラックで全体並んでる時とかに、なんか全体を通してムードが見せれるようなクリエーションになったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で今の圭介吉田は、ウィメンズブランド、ユニセックスブランド、どういう、なんかそこが結構ふわっとしてて、なんだろう、ウィメンズを作ってる意識があるんですけど、なんかメンズデザイナーがウィメンズウェアを作ってるみたいな感覚がすごいあって、だからなんか服のデザインの仕方もすごいメンズ的というか、ベースの形があってそこからシェイプを作っていったりとか、なんかそれをどれだけムードに合わせて展開できるかみたいな考え方なんで、なんかパターンとか服の始まりは結構メンズであることが多くて、でなんかコレクションのムードの中でそれをどんどんスペシャルにしていくって作業をしているんで、なんかメンズでもフィットできるウィメンズウェアとして作ってます。ちなみに今回のこのテーマ的なところってなんかあったりしますか？なんかこのコレクションは、3月に発表したんですけど、なんか去年の年末に何かのトークショーに出て、なんかそこでなんか17歳の男の子がなんか観覧に来てたんですよ。でなんかトークショーの終わりに彼から話しかけてもらって、質問コーナーだ、質問コーナーみたいなあるじゃないですか。ありますね。なんかそこで彼がなんか手を挙げていて、なんかしたら質問とかじゃないんですけどみたいな、なんか高校になんか精神患っちゃって、なんか通えなくて、なんか本当死にたいぐらい辛かった時に、なんか圭介吉田を知ってなんか生きようと思いました、ありがとうございますって言ってもらえて、なんか僕は結構自分自身のなんかフラストレーションだったりとか、ブランド始めた時はなんか過去の暗い部分とかに眼差しを向けて作ってたんで、ある種そう自分に向き合って作っていくものがなんか誰かのためになってるんだみたいな実感がそこで初めてあって、なんかそれすごい嬉しかったんですよね。でなんか特にその彼のなんかちょっと脆そうな雰囲気とかも含めて、なんかこのシーズンは、彼はミューズのコレクションを作りたいなっていうふうに思うようになって、だからそれこそ最初はメンズウェアを作りたいなみたいなところから始まったんですよ。でただこうやってコレクションを作っていくうちに、その後に彼のポートレート写真を送ってもらったんですよね。
なんか僕はその時に会ったのは本当5分ぐらいの話で、その後にもその送られてきた1枚の写真に思いを馳せながらものを作っていて、でなんかだんだんとなんかそこでデザインをしていくものと、今までなんかさっき話したリメンズを作る時って結構僕から始まってたりとか、僕の中の少年性みたいなものを無理やりこう少女に変換したりとか、なんかそういう風に変化してものを作ってきたんですけど、今回なんか彼に少年性は感じたけどなんか少女っぽさは感じなかったんですよ、うん、だからそれは結構きっかけにあって、でなんか一番最初に思ったなんかそこにあった品みたいなものが気になってきて、うん、でなんか彼はなんかお母さんと一緒に長野から来たんですけど、うん、なんかその隣にいるなんかお母さんの姿みたいなものもすごい記憶に残っていて、なんか少年となんか淑女の狭間みたいなものを作りたいな、うん、でなんかそれをなんとなくイメージしながら、まあテーラードジャケットから作り始めたんですけど、はい、まあ、ボディにジャケットを着せて、まあ、ハサミを入れたりしながらシェイプを出していって、まあ、このポートレートをイメージして作ってたんで、首元にデザインを集めていくような流れでコレクションを展開していきましたね。でなんかそれで途中から今期はあのパリベースのスタイリストのなんかレオポール・リューシュマンってスタイリストと一緒にコレクションの最後ディレクションしてもらったんですけど、まあ、なんかこのコレクションを一緒に見ているときになんか一貫して大事なのはこのストリクトっていうムードだねみたいなキーワードが出てきて、まあ、その厳格なみたいな意味なんですけど、なんかその時に彼が言ってくれたのが、なんかこのコレクションのモデルたちはその彼あのその主人公であるその男の子にとってなんかまあ家族のようであり恋人のようであり教師のようでありなんか牧師のよう なんかストリクトな関係性であることが大事だねみたいな、なんかそこのムードから、まあ、その難しいですこの男の子が、まあ、ファーストルックで歩いてもらったんですけど、うん、彼から始まってそのストリクトな淑女みたいなものが続いていくみたいな全体像のコレクションにしたいなと思って作ったものでしたね、うん、その子と出会ってからコレクション制作が どんぐらいの期間、12月末にあって3月の18日に発表したんで、はい、3ヶ月ちょっとです。3ヶ月ちょっとでできちゃうんですね。いやいやいや、なんかぼんやりとしたイメージみたいなものが最初にあって、なんだろう、なんか最初ふわっとしたイメージからコレクションっていつも作り始めるんですけど、なんか今どんなことを考えてるかとか、なんか漠然とこういうコレクションにしたいなみたいなところはあって、なんかゴールに近いものをぼんやりと眺めてるみたいな作業があって、そこに合わせてリサーチをしたりするんですけど、なんかそこへの生き方が見つからないなみたいな時期だったんですよ。なんかやりたいことはあるけど自分の内側から出てきたものでそこにどうやって向かっていいか分かんないなと思ってる時に彼に出会って、だからそれ前のリサーチがなんかようやくつながり始めたみたいな瞬間だったんで、リサーチだったりとかコレクションのイメージはもうちょっと前の段階からしたんですけど、一気にそこから動き出したっていう感じでした、うん、実際に、まあ、せっかくなんで、はい、洋服の方ちょっと袖通して紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ実際に洋服の方ちょっとモデルに登場してもらって紹介していきたいと思います。じゃあお願いします。お願いします。こちらがハイネックモーニングコートっていうコートで税込みで18万7千円サイズフリーサイズになります。はい、ケイスケさんこれちょっと特徴というか、はい、なんか具体的にディテール含めてちょっとご説明お願いできますか。ここのなんか前身頃がスリットになってて、こう合わせがすり抜けるようなデザインなんですけど、うん、はい、これはもともと数シーズン前からなんか定番的に展開、AW ではしてたディテールで、はい、まあ、モーニングコートっていう印象でやってて、はい、まあ、なんでモーニングコートっていうかっていうと、なんか開けてきた時のこのすり抜けさせるから生まれたなんか裾のラウンドがちょっとモーニングっぽいカットになるから、うん、まあ、モーニングコートとしてやって。今期はなんかそのさっき言った結構ネックコンシャスなデザインが多くて、はいはい、首元にデザインを入れることが多かったんで、ちょっと今までよりもなんか立ち襟にしたんですよね。そうそう、なんかこう襟を立てた時にこう顔にぶつかるぐらいの高さで今回作っています。なんかまあコレクションではブローチを結構使ってたんで、まあ、ブローチで留めてこうピシッて立たせるようなイメージでなんとなくデザインしたんですけど、今期コレクションは今までのケース機を知り合いになんか全体的にタイトめな作りにしたんで、はい、ウエストをシェイプさせながらもこの方だけはなんかもっと肩をしっかりさせて、うん、でなんかレングスもすごく長くてなんか結構厳格な雰囲気になるなという印象で作りました、ね。
で、まあ、これあと、まあ、ソモーのメルトン使ってて、めっちゃ素材いいっす。なんかメルトンなんだけどガサガサしない、ちょっとツヤっとした質感で、なんかまあ冬物の重いコートだけど上品に着てもらえるような、そんなイメージのアイテムです、ね、めっちゃ軽いっすよ、うん、これなんか柔らかいんですよね。なんか結構こう歩いた時とかの波打った時のドレープ感だったりとか、すごい綺麗な生地ですね。ちょっと後ろこのシェイプですよね。そうですね、なんかここに結構シェイプ入れることで肩しっかりしてるけど、うん、なんかごつくなりすぎないようなバランスがすごい。あとまあベンツがすごい深いんで、ああそうですね、結構意外とマキシぐらいありますけど、なんかそんなに動きやすさもあって、そうなんですよね、うん、なんか重くないっていう、うん、なんか今季は結構このシーズンなんかアウター類は丈長ければ長いほどかっこいいんじゃないかみたいなマインドで自分はデザインしていて、なんか本当にマキシの床丈ぐらいのアウターがこういくつもつながって出てくるようなことで生まれる緊張感みたいなことは全体の中で意識した部分がありましたね。ちなみに身長は178センチです、はい、ちなみに素材違いでこちらチェックの、はい、もあります。この素材はなんかまた、いやこれはまあ、あり生地なんですけど、はい、結構コレクションの中で今回グレーのチェックもいろいろバリエーションで出していて、はい、その中の一つですね。なんかまあ素材が変わるだけで結構グッと印象は違うんですけど、あんまりこういうチェックのマキシだけのことはないと思うんで、うん、なんかそこの部分でも存在感が強いんじゃないかなと思ってますね、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ次いってみたいと思います。はい、じゃあコート2つ目、こちらがバックスラッシュのチェスターコートで、お値段17万6000円、フリーサイズになります。はい、この辺とかはなんか素材は、うん、一緒ですね、ですね、はい、まあ、やっぱ一番特徴的なのはやっぱ後ろのこのディテールですかね、うん、そうですね。なんか今季、まあ、一番最初にこのテーラードジャケットを作ったみたいなところをさっき言ったと思うんですけど、はい、なんか古着のテーラードジャケットをボディに着せてこの背中をハサミで切るところから始めたんですよ、うん、でなんかまあコレクションではテーラードジャケットを展開してますけど、はい、なんかこう背中をカットしてこうやってギュッてちょっときつく作ることでシェイプを作るみたいな実験からスタートして、まあ、他の服はなんかもっと首元をこうギュッてさせることでフロントから見た時に首のシェイプを作るっていうのをやったんですけど、なんかこうあ、なんかこうカットして止めることでこの裏地がこう吹き出している部分がなんかこのサテンが溢れているところになんかちょっとなんだろう、荒々しさも感じるけどなんか品とか切なさみたいなものも感じて、なんかこの感じいいなと思って、なんかまあチェスターコートは今回まあマキシ丈のコートがたくさんある中で、まあ、一個シンプルなものを作っておきたいなと思って、うん、まあ、背中でカットしていて、そこによってちょっとシルエットが、まあ、シェイプされたチェスターコートっていうのを作りました、ね、でなんかこれ本当にここで止まってるだけなんで、はいはいはい、なんかすごい細いんですけど、はい、ウエストがめちゃくんですよ。めちゃくちゃシェイプが入ったデザインなんだけど結構幅広く切れるっていうのは、うんうん、結果生まれたポイントですね。あ、フロント見てもらって、なんかあと今回この巻き丈にしたことで、はい、V ゾーンをすごい下げたんですよ。あ、確かに低いですね、はい、でなんかまあパンツとかにあのシャツをタックインしたりすると、まさにここからベルトが見えたりとか、うん、なんかウエストの新しいちょっとシェイプの見え方だなと思っていて、ちょっとチラッと見えるような、そうですね、なんかシャツをインしたりした時とかにウエストがここから見えてくるっていうバランスっていうのは、はいはい、なんかちょっと独特でいいなと思って見っているところですね。はい、じゃあ3つ目のアウターで、これがバックカラーの P コートになりますね。12万1000円のフリーサイズになります。これはやっぱり、これまず P コートなんですね。そうなんですよ、一応なんかさっきのテーラードジャケットの背中を切った話の中で、はい、まあ、2個の提案があって、うん、1個はその後ろ身頃をカットされたアイテムで、うん、もう1個はなんか結構後ろ身頃カットしたものが前身頃みたいになってるデザインのものが結構いくつかあって、うん、まあ、コレクションのファーストルックに出てきたテーラードジャケットだったりもそうなんですけど、はい、まあ、他にもダブルのライダースジャケットだったりとか、うん、もちろんこれは P コートで、だからなんか P コートの背中側が
前に来てるみたいなデザインになります。なるほど。でなんか結構その最初テーラージャケットを実験した時になんかジャケットの背中を切ってこの首元をブローチで留めたんですよね。なんかその時のこの襟の立ち方だったりとか、なんかちょっと首前の品みたいなものこのコレクションにあるなと思って、まあ、結構メインの提案として作ってきたんですけど、まあ、これもなので首元にブローチがついていて、まあ、ブローチは全然あの付属なんで全然別のところにもつけられるって形になります。なんかショーでは本当にブローチで留めてたんですけど、なんか実際着てみるとブローチで留めるのめっちゃ着づらかったんで、あの商品化するときは内側にボタンをつけて今これボタンで留めれるようになってます。なんかこうブローチで留めてここが苦しくなってこう襟がキュッと立つようなところが、まあ、気に入ってるポイントだったんですけど、まあ、もちろん襟はこう倒してきてもらっても着れますね。なんかまあ今回のケースキー吉田のアイテムの中ではなんかそのコレクションの重々しいムードにも増えるし、まあ、ちょっとカジュアルに羽織ることもできるような、なんか着やすいアイテムになってるんじゃないかなっていう思いますね。後ろ向いてきてなんか本当にどっちも後ろ身頃みたいなデザインで、なんかここが個人的には前身頃になった名残みたいな感じでちょっとここだけ V になってるみたいなのはデザインのポイントですね。サイドポケットアウターとして使ってもらえると、はい、本当に身幅もしっかりしているんで、うん、着込んでももらえるし、はい、ありがとうございます。はい、じゃあラスト圭介さんのちょっと目玉商品の一つとしてこちらがケープのトレンチコートで198,000円、サイズフリーサイズです。これはまずここの両弱がすごいっすよね。いやすごい、とんでもない量の布を使ってます。どんぐらいの量使われてる？6メーターちょっとぐらいですか。普通のアウターの倍ぐらいかもしれないですね。でもこの着た感じとかは全然重くない？いや、しっかり重みあります。あ、いい重みです。いい重み着てる感じ。なんかそのめっちゃ取り効率が悪いですよ。なんか肘幅があって、はいはい、そこの中で裁断できる分量が決まってるんで、はいはい、なんかまあ 6.2m フルフルで使ってるっていうよりはちょっと無駄が多いところがあるのかもしれないですけど、まあ、布をたっぷり使って表現してますね。これ着方的にはこうどう着るのか、なんか結構これはランウェイにも着れるようなデザインになっていて、普通にまず一旦閉じてきてもらうとなんかまあオーセンティックなトレンチコートとして着れる、なんかまあまあチンストラップも止めて襟も立ち襟で着ることもできるんですけど、まあこのデザインの一番のポイントはやっぱり見返しがそれこそさっき話していたここの布の外なんですけど、感じる肩に貼ってきてるから腕を出して、ただ見返しがテープになっていて、まあ、ここにポケットついて、なんかまあ肩にかけてこうテープとしても着れるっていうデザインになってますね。なんかこの見返しがテープになっているデザインは、1個前の秋冬で、はい、まあ、フリースで最初作ったんですけど、まあ、このリテールを個人的にすごい気に入っていて、なんかまあケースキー吉田ってもともとトレンチコートがずっとシグネチャーアイテムで、このストームフラップをリボンで留めるようなデザイントレンチコートを続けてきたんですけど、ちょっと新しいトレンチコートを思い切ってチャレンジしてみようってことで作ったデザインでした。なんかまさにこれを作ることに関してだけは本当コレクションのムード、最初に言ったなんかムードをこう眺めてる段階からこれは作りたいなと思ってたアイテムで、すごいなんか時間をかけて作りましたね。なんかまさにここのボリュームが収まるバランスだったりとか、なんかこれを収めながら着た時にちゃんとトレンチコートとしてかっこいいバランスにするっていうのは結構な試行錯誤があって、まあ本当に何回も何回も組み直しながらできた一着ですね。素材とかもこだわり的なところかな。これは綿のツイルで、まあ、コレクションではシルクサーテンのバージョンと、まあ、さっき の, あのメルトンのものも使いました。でこの綿はなんか個人的にはすごい気に入っていて、なんか程よい光沢感とかもあって、うん、まあ、あの定番で作ってた頃から、あ、でもあれだな、今回のトレンチで、もう一頭なんか表情が艶っぽいものに変えたんですよ。なんかそれまではもうちょっとカジュアルな印象だったんですけど、
なんかトレンチもこの黒ももう一色のベージュもなんか締まってモダンに見えるような、うん、なんか面のものを選びましたね、うん、あれはい、皆さんいかがだったでしょうか。本日ご紹介したケイスケ吉田さんのこの強さのあるアウターたちは今ミッドウェスト東京店で今このラインナップでご覧いただけますので、ぜひ皆様ご来店の方もお待ちしております。では本日はケイスケさんありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きデザイナーさんとの対談動画とかもアップしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の機会でお会いしたいと思います。ありがとうございました。